皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題81。屋内消火栓のホースから割り出した有効範囲と定められている距離として適切なものを選び、81にマークしなさい。あ 3M、 い 10M、 う 25M、 え 100M。 答えるはどちらですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。